伊沢町は岩手県南部の伊沢郡に属していた町である。2006年2月20日に水沢市、江差市,市、伊沢郡前沢町、衣川村と合併して欧州市となり廃止した。現在は欧州市の西部を占める。西は大雨山脈の一部である夜景市連邦、東は、 北上山地とも呼ばれる北上高地に囲まれた戦場地に位置し、町内は大きく南都殿、小山、若柳の三つの地域に区分される。平安初期、聖遺体将軍坂の上の田村麻呂が、伊沢地方を本拠地としていた江戸のアテルイを討伐するために築いたという伊沢城は有名だが、これは実は現在の水沢市に立地していたという。また、町内南都伝に、 国内最北に位置する前方公園墳である門塚古墳がある。伊沢川上流には石淵ダムがあるが、近々これに代わり、国内最大級のロックフィルダムである伊沢ダムが完成する。伊沢平野には中世の東日本の農村の姿であったと言われる三居が見られるが、これは富山県の富南平野、島根県の出雲平野と並び、 日本三大三居集落の一つに数えられる。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 東日本東北本線水沢駅。ありがとうございます。